どうした？なんか考え込みよるね。でもトン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 やりよるけどさ、それただの図面じゃね？皆さんこんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2022年9月28日水曜日の午後2時13分です。そして今日は住民のアイラホさんのお誕生日でもあります。おめでとうございます。アイラホおめでたい。それでは本日も楽しい一日になりますように。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでさ、アイダホが誕生日、サイクルチャージめっちゃいいやん。自分の手持ち、ちょ、これ渡そう。またいつも通り手持ちから選んでいくスタイルで。ごきげんよう、アイラサンタフン。お話ししよう。あなたとお話ししているだけでなんだか楽しくなっちゃいます、タフン。いいね。でも白い服着てのガーデニングはちょっとね、汚れると思うよ。絶対しようと思わんわ、そんな色の服で。さあ、買いに来ました。いらっしゃいませ、ませ、たぬき商店へようこそ、ようこそ。これかわいい。この棚めっちゃかわいいんだが、買おっかな。そちらの商品はカントリーなカップボードでございます。お値段は5880ベルとなっておりますが、いかがでしょうか。買えます。毎度ありがとうございます。5880ベル、間違いなく頂戴しました。よし、いいのゲットした。なんだ、経済を回そうショッピング奨励キャンペーン。なるほど、オッケーオッケー。そして素材の商品をご覧になるんですね。必要なものがありましたらお持ちくださいませ、ませ。今回はあれ、もっと下やっけ。紺色か水色、紺色で。いや、1個でいいです。毎度ありがとうございます。他にも何かご利用のものはございませんか。いや、大丈夫です。ありがとうございました。さあ、包みますか。サイクルジャージ渡すぜ。ありがとうございました。アイダホの家って左の方やったっけな。あー、抜けれない。自分で置いときながら超邪魔。アイダホの家ってこっちよね。アイダホとシャンティがこっち。あ、違うわ、モニカやわ。どこだ。あれ、どこだ。あ、こっちか。こっちの私が運動器具置いとるとこやんね。誰かおるんかと思った。ここだ、ここだ。そうや、アイダホはね、住民の中でも分かりやすくなっとんよね、外に置いとるもので。お、アイナ来てくれたのか、中から。来たよ来たよ。へへ、さっきアンチョビからプレゼントもらったんだ。なんだって、今日はオイラの特別な日だからな。もしかしてお前も何かあるんじゃないのか。中からあるんだな、それが。どうぞ。おーし、じゃあ開けちゃうぞ。お、サイクルジャージじゃんか。お前分かってんな、中から。プレゼントありがとな。オイラとお前は一生友達だ、中から。来てね、ちゃんと。わー、アイナくんもアイナホくんのお祝いに来たんだね。君がいたらお誕生日会がもっと楽しくなりそうだよ。弟子、ちょっとその帽子気合い入れすぎじゃない。ねえ、めちゃくちゃ気合入ってない格好。かわいいけど。僕のお誕生日もこんな風にお祝いしてもらえたら嬉しいな。アイナくん、僕のお誕生日会来てね。約束だよ、弟子。人の誕生日会で自分の誕生日会の話をするな。こんなにチヤホヤされるとヒーローの気分だな、中から。いや、もう思う存分楽しんでよ。お前が来てくれてオイラすげえ嬉しいぞ。今日のこと忘れないからな、中から。そしてグイグイグイ、私がろうそくを消す。めっちゃ嫌なやつ。ん、
なんか歌ってる君。君だよね、歌ってたの。めっちゃ鼻歌歌いよりやん、ご機嫌。お、帰るんだな。へへ、今日は楽しかったぞ。お前からもらったプレゼント、すげえ嬉しかったよ。ありがとな、な心。次会うときは来とるかな。なんか広場でめっちゃ追いかけっこしようんやけど。お、なんか賑やかだね、今日。ヨガ中？こんなとこで精神統一できんくない？ほら。すぐ横、なんかすすき持ってさ、むしゃくちゃ走り回りおる二人がおるよ。あら、こんにちは。素敵ね。世間話でも。今日はいつもより早起きできたから。早起きできたから。いっぱい用事を片付けられて、なんだか得した気分だわ。素敵ね。あ、心に余裕があるけんヨガをやってるのね。で、君たちは？アイラじゃないか。姿は見かけたけど、面と向かって喋るのは久しぶりな気がするよ。まさかあんた、うちに声かけるの遠慮してんじゃないだろうね。そんなことはない。このうちがおしゃべり嫌いに見えるかい？見えないだろ？だってね。なんかシャンティがせっせと小枝を集めてるんだが。あ、アイラちゃんだ。元気だった？ハイテンショントークするための体力に自信がなくって、あたいに話しかけられなかったの？もう大丈夫だってば。自分のペースでいいから、あたいにも声かけてよね。あは。今日はなんかあれやね、二人とも可愛らしい感じの格好をしてるのね。お、おさいさん。よ、あゆな。最近あんまり喋れてなかったね。なんか忙しかったのかい？えへ、久々に声かけてくれて嬉しいよ。あんたとおしゃべりするのは楽しいからさ、パネ。パネ。あ、今日はどうやろう、一徹家におるかな。あれ？さっき持っとった小枝はどこに捨てやがった？アイナさん、こうやってお話しするの久しぶりよね。なんでスーツ着てるんすか？なんだ、就活中か？あなたも何かと忙しそうな中、話しかけてくれて嬉しいわ。だってば、もしやもうすでに就職しとって、今あれかな、営業に向かいよる途中とか。そういう感じですかね。なんかあれやん、ハッピーフォームアカデミーの制服あんな感じじゃなかった？あ、言って通りやん、家。よっしゃー、やっとよ。やっとお呼ばれするよ、勝手に。じゃーん、なんか作りおる。あれ、一徹っていうぐらいやけん、絶対ちゃぶ台があると思ったのに、こたつやん。どういうことよ、ひっくり返せんやん。いてて、これ腰にくるなってか。何してるの？アイアンハンガースタンドをちょっと工作してみようと思ってな。アイアンハンガースタンド？ま、取ったっけ？難しそうに見えるかもしれねえが、こういうのはな、気合と根性で意外となんとかなるもんなんだぜ。今じゃこういうことを DIY ってカッコつけて呼んだりするらしいが、これは日曜大工の方がしっくりくるな。そうだ、俺の考えたアイアンハンガースタンドを作ってみるか？お、持ってなかった。なーに、簡単だから心配するなってか。作ってみたーい。いいぜ、作り方はここにメモしてあるから、この通りにやればバッチリ作れるはずだ。あざす。そんなに難しくはねえと思うし、アイナならお茶の子さいさいだろってか。とりあえず覚えますか。ふんふん、アイアンハンガースタンドのレシピを覚えた。アイアンハンガースタンド、あ、こんな感じね。おしゃれー。いや、私、自分のね、部屋の入り口にもああいう感じの置いとんやけど。さすがにアイアンじゃないけどね、全然プラスチック製やけど。いや、でも便利よね。私、上着とか、ちょっとしたポーチみたいなのめっちゃ引っ掛けとる。倒れてこんかなってちょっと心配やけど。やっぱあれなんかな、こう、料理機能みたいなのが備わったやん。だけど、とりあえず、料理作る場所は、全員の家にあるんかな。まあ、元からあったんかもしれんけど。いいね。和だね。え、壁紙ボロボロやけど、ちゃんとしなよ。めっちゃボロボロですけど。どうした？なんか考え込みよるね。でも、トントンやりよるけどさ、それただの図面じゃね？何か作れてますか？部屋の図面やん。ふう、やっと入れた。もうめちゃくちゃ満足。
超絶満足ね。だってもう一徹引っ越してきてどれぐらい経ったよってぐらい、すごい経ったよねめちゃくちゃ経ったよね。それで今やっと入れたよ。ふう、あれよね、入ったことない住民の家もうないよね、さすがに。てか昨日さ、前回埴輪のかけらを見つけれてないけんさ、あれって毎日落ちてるわけじゃないんかな、毎日落ちてるけど見つけれてないんかな、違う、なんかある時とない時があるんよね。ちゃんと全体見れてないんかな。こっち側はない。あと見たと思って見てない場所があったりするかもしれん。今日もいっぱい飛んでるな、蝶々たち。突然のでかいトンボめっちゃビビるんやけどやめていただきたいわ。浜辺にもない、いや全部浜辺だなあっちの浜辺にもない、ここにもない。あれ今日あれはボトルもまだ見かけてないな。ああったあった、はいボトル。え、埴輪のかけらなさそうじゃない、ほら絶対ないやん。なーい。ってことはやっぱりない日もあるのかな。ちゃんと全部ぐるっと回ってきたよね今。拾ってくれてありがとう。お家でお料理してたらうっかり材料間違えちゃったんだけど、それがとっても美味しかったんだ。レシピもボトルに入ってくるん？マジで？誰かにも自慢したかったから作り方を一緒に入れたよ。他の子にも教えていいからね。料理研究家のかまぼこより。かまぼこってどんな子やっけ？カエル？違うかな。ケークサレやって、おしゃれ。食べたことないけど。食べたことも見たこともないけど。漫画とかでなら見たことある。ケークサレのレシピを覚えた。結構あれやろ、甘い系だけじゃないんやろ、ケークサレって。レシピ。ケークサレ、こんな感じ。右側はなんだ、どういう状態？どういう状態かよくわからんねやけど。あれってなんなんやろ、中に野菜がいっぱい入っとんかな。あ、人参、じゃがいもって書いてたわ。もしかしてケークサレってあれ？もともと甘い系じゃないんかな？ちょっとわからない。見た目的にはあれよね、パウンドケーキみたいな感じ。なんか一時期、パウンドケーキめちゃくちゃハマってさ、めっちゃ作りまくりよったんやけど、最近全然、もうお菓子自体作ってないや。フレンチトーストぐらいで作るの。ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ今日は一徹の部屋もね、やっと見られたし、いやー満足だわ超満足だわ。新しい住民来んかな、そんなポコポコ来んか。でも飛び盛りってめっちゃ清ったイメージ。